皆さんこんにちは、ひかるです。今日はですね、すっぴんなんですけど、皆さんからコメント欄でリクエストのあったメイク動画を撮ってみようと思います。ちょっとドキドキしておりますが、皆さんの参考に少しでもなればいいなと思います。それではやっていきましょう。 Let's start! ひかるチャンネル。まずは下地からですね。今日はこれ使いたいと思います。グロートーナークリームということで、少しトーンアップしてくれる下地になります。わかる違い、ちょっとだけさ、ドゥヤンってする。はい、というわけで下地を塗り終わりましたので、次は日焼け止めをこの上から塗っていきたいと思います。日焼け止めはこちら。これさ、これクッションタイプの日焼け止めなの、珍しくないですか？でもこれすごく便利で愛用してます。なんか日焼け止め塗るのすごく昔は苦手で、なんかあの日焼け止めの独特の香りあるじゃないですか、あれが結構苦手で、あの塗ってない時もいっぱいあったんですけど、やっぱりね、こう年齢を重ねてくると日焼け止めの大事さが身に染みてくると言いますか。ねえ、やっぱ塗った方がいろんなケアになりますから、皆さん日焼け止めは塗った方がいいです。はい、そして次はコンシーラーを塗っていきます。というわけでコンシーラーはこちら、見えてる？ルナのコンシーラーです。これで赤みとかね、クマとかを隠していきたいと思います。なんかさ、たまにさ、なんかこうやって謎の赤みが出てる時があるんですよ。何なんでしょうねこれ。別に痛いとかもないし、なんか刺されたっぽい感じもしないし、謎の赤み。はい、コンシーラーして、いつもファンデーションしないので、ファンデーションする場合は、ティルティルだったりとか、このエスポアだったりを使うんですけど、エスポア、このパッケージは、普通のサイズを買ったらついてきたミニサイズです。普通のサイズももちろん持ってます。普段はねしないから、今日はしないです。はい、次肌してきます。でもさ、パッケージがさ反射しちゃうんだよね。これ肌、それをブラシでつけていきます。
ヒカルチャンネル。パウダーが終わったので、次はシェーディング。ちょっとでもね、立体感出して、ついでに眉毛も下準備というか、はい、背景はこちら、クセルのロングラスティングアイブロウ、最近は適当だけ使ってます。なんか足りないところを足していく感じかな。足りないところを描いたら、マイマスカラ、ケイトの 3D アイブロウカラーです。最近は髪色が明るくなったので、最近はっていうか、まあここ数ヶ月間はずっとこのカラー使ってますね。眉毛が完了したので、次はアイメイクしていきたいと思います。もう本当に簡単に済ませていきます。まずこちら、はい、アンドビーのクリームアイシャドウ、これを最初に塗っておくと、その上から塗ったアイシャドウがあまりよれないし、これだけでも十分素敵になるので、そんなに時間がない時はこれだけで仕上げる時もあります。クリームシャドウを終えたら、次はこちらです。これはロム&レザーザンアイズのミニサイズです。なんか多分これの通常サイズもあるのかな。これはなんかバラエティショップとかでなんかこう限定キットみたいので、リップと確かセットで売ってたやつを買ったのかな。これのもう下地は終わってるから薄い色使わずに、この色のせていきます。本当はブラシとか使った方がいいんですけど、普段はあまり使わないかも。舞台のメイクとか自分でやるときとかはちゃんとやらなきゃいけないからブラシでやることも多いんですけど、普段はもうちゃちゃっと済ませるので、もう手でやります。はい、アイシャドウが終わったので、アイラインを引いていこうと思います。アイラインはこちら、はい、B アイドルイージーアイライナーですね。なんか全体に引く時もあるし、パッと目尻だけ引いちゃうことの方がでも多いかもしれない。
なんかビビたる差なんですけどね。ちょっとだけこう目が横に大きく見えるような気がするような気がするっていう、はい、感じです。ヒカルチャンネル、ペチリのライン引いたので、一応気持ちばかりの涙袋を作成してみる。シピシピポイントコンシーラーですね、はい、ちょっと生まれた。さっきよりは涙袋ある風ちょっとだけキラキラを目の下に、シピ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 グリッターイルミネーションライナー。ちょっとだけ本当気持ちキラッてするかなぐらいの、はい、ラメを入れます。でマスカラ、ケイトのラッシュフォーマークリアブラックです。これ多分本来下地なんですよね。なんですけど、なんか普段使い時はもうなんていうんですか、ちょっとまつげ強調するぐらいでいいので、これで十分ですね。マスカラが終わりました。ちょっとだけハイライトを入れたいと思います。 Be Idol スポットハイライト、ここだけでいいか。はい、すぐにハイライト終わってしまいました。あとはリップ、最後にリップを塗っていこうと思います。今日は、まあ、前にリップ紹介でも紹介はしたんですが、ラカの今日111番全てのメイクが完成いたしました、本当に普段やっているメイクなので、まあ、チークしなかったりとか、ちょっと手抜きな部分もあるんですけども、少しでも皆さんの参考になっていたら嬉しいなと思っております。そうですね、しっかりメイクも何かのタイミングで、まあ皆さんがこう見たいよっておっしゃってくれたら撮るかもしれません
はい、というわけで、今日もありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、あとコメントなんかも、たくさんしてくれたら嬉しいなと思っております。それでは今日はこの辺で、またお会いしましょう。バイバイ。